今日はですね、横浜山手のブリキおもちゃ博物館の中にある動きの面白い旅客機のおもちゃをご紹介します。どうぞ。この飛行機は1953年ですね、アメリカ合衆国ダグラスエアクラフト社の DC-7 と呼ばれる飛行機です。まずですね、スワレスがですね、搭乗口から顔を出します。そして搭乗口が閉まると飛行機の窓から乗客の顔が見え、さらにプロペラがですね、順番に動いて、そして走り出します。まあ、しばらくは走って、今度は止まるとですね、まあ、順番にプロペラが止まって乗客がいなくなります。そしてスチュワーデスが搭乗口から顔を出すという、まあ、その繰り返しですね。もうとても凝った作りのお店です。とてもね、動き面白いですよね。これ作ったのは米沢というメーカーです。桜にワイですね、米沢ですね。いや、当時ね、このおもちゃ、もし子供が買ってもらったら、もうびっくりするぐらいの大きさですよね。まあ、このおもちゃでもうこう飛ばしたり、これは実際に走っていきますから。そうやって考えたら、もう当時1950年代もう最高級のおもちゃだったかもしれません。それでは飛ばします。